地獄の草原、はい、地獄の草原、地獄の草原、東西東西軽業師の草原、一世一代の軽業でござい。こちらの松の枝から向こうに見えまする酒蔵の屋根まで見事渡ります、仰せますれば五喝采、それべべん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 。おっとっとっと、ああ、ここどこやろか、死んでしもうたんや。えらいことになってしもうたわ。この道どこへ行くんやろか。手にはおがらの杖を持ち、糸より細い声を上げ、おーい、心細うなってきたな。落ちたとき足折れたんやろうか。えらい歩きにくいわ。ええところへ車が走ってきよった。あれに乗せてもらおう。なんや、けったいな乗り物やで。あ、火の車だ。わしら三人うまいこと言うてあの車に乗せてもらおうたんええけど、あれが有名な火の車やったんやな。地獄への超特急やったんや。ああ、怖。拙者は山伏の復海でござる。わしは羽の岸の司会と言います。よろしゅうに。私は一社の竹庵と申す。あれが正塚のばあさんや。死んだもんの着物剥ぎ取るばあさんや。すっぱっぱにされてしもうた。ふんどしだけ許してくれたけど。この三途の川を渡ったらいよいよ、向こう岸は地獄やで。こりゃこりゃ、ごじゃごじゃぬかすな。川にはまったら生きるぞ。生き返るんや言うてますせ。はまりたいな。これこれ、何を言う。こんなところで生き返られたらわしの責任になる。もっと中の声入っとれ。あれがエンマだよ。いや、えらい顔しとんの。後ろにあるのが上張りの鏡や。あの鏡に今までやった悪いことが全部映ってしまうさかい、嘘言えへんで。嘘言うたらしか舌抜かれるぞ。ほんまに生きとる間にもうちょっと良いことしとったらよかったな。今日は死んできたものの数が多いな。わしも少し疲れてきた。これから読むものは前で、医者の竹庵。貴様は治る病人でも死なしてしもたり、効かぬような薬を売って金儲けをしたよってに地獄へ落としてやる。山伏の復海、貴様も怪しげなまじないをして金儲けをしてよったよってに地獄行きじゃ。羽貫氏の司会、お前も良い浜で抜いて金儲けしようとよってに地獄行きじゃ。軽業師の宗兵衛、お前はそうじゃ、ハラハラするような角あたりをして見る人の命を縮めたよって地獄行きじゃ。そんな無茶な、それが商売やのに。黙れ黙れ、お前たち4人は地獄へ落としてやる。後のもんは邪魔くさい、極楽へ通してしまい。そんなアホな、なんでわしらだけ地獄行かならんねん。もういっぺん考え直しておくれやす。うるさい奴らじゃ。これ赤鬼、青に黄色、紫に緑にピンク、みんな寄ってその4人を地獄へ連れて行け。エンマさん、この4人のもの地獄のどこへ放り込むまひょ。そうじゃな、むさ苦しい奴らじゃによって糞尿地獄へ放り込め。へい、あんまりクソないな。こんなんやったらうちのトイレの方が臭いぐらいや。うんこがそこの方で干からびてしもうてくっついとるだけや。地獄もこの頃どこも水洗式のお便所になってしもうて糞尿が集まりまへんのや。仕方がない、人時を呼べ。この4人を人時に食わしてしまうことにする。これ人時、この4人のものを早速飲んでくれ。おお、久しぶりに息の良いごちそうじゃない。よう太ってうまそうじゃ。うっ、ちょっと臭いの。けったいな匂いがしよう。お兄さん、お兄さん、なんじゃい。あんた偉い虫歯があるな。下から見てわかるか。そりゃわしは歯医者やから。わしもそんな悪い歯で噛まれると気持ちが悪い。虫歯にでも挟まったらどうにもならん。行きがけの立ちんや抜いてったるわ。そんなことできるんかい。そりゃ商売やから。うへぇ、歯抜けにしよった。歯が全部取れちゃった。鬼の腹ん中や、いろんなものが余んな。竹庵先生、これなんやねん。
さよう、その上からぶら下がってる紐、それや、それを引っ張ってみ、鬼がくしゃみしよるぞ。ほんなちょっと引っ張ってみ、やいしょ、へっ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 。あー、おもろ、こりゃおもろいわ。こっちのこの棒なんですか？その棒の先が千鬼筋言うてな。この棒をこっちへ引くとな、鬼が払いと起こしよる。よし、これこれしょっと。あいたた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 。そこの玉をこそばかしてみ、鬼が笑いよるさかい。この玉でか、先生。そこの袋、その袋や。へ袋言うてな、こいつを蹴ると鬼がへこきよる。これでっかい、えいボン、ブー。こりゃ面白い。ほんなら一つ手分けして全部いっぺんにやりましょうか。この鬼ちいと苦しめたらんな。わしがこの紐引っ張るから、フッカイ殿はその棒を引いて、歯抜き師は玉をこそばかして、総兵衛藩はそのへ袋をボンボン蹴ってもらおうか。それよいしょ、ブー。ぶっ、あいたたた、ハハハ、アクション。えい、その4人のやつらを熱湯の釜へ叩き込め。痛いなあ、つきなはんな。大きなフォークみたいなもんでおけつつきよりまんのや。この山伏のフッカイ様が水の印を結べば、チチンプイプイのプイ。ああ、ええ湯やな。わしな、おならと一緒に飛び出してきたやろ。体中くそってかなわんのや。ちょっと、お兄さん、石鹸と手ぬぐい。地獄の滝がなくなりました。しからばすぐに、釜から引き上げて針の山へ放り上げい。ドキドキするような針の山や。この上へ放り上げられたらどうもならんが。ここはわしに任してもらおう。私は、軽業師の装備や。こんなものなんでもないこっちゃ。わしの足の裏は板みたいになっとる。東西東西軽業師の装備、一世一代の軽業、これより針の山へと登ってまいる。東西東西守備よく頂上まで登り詰めましたら、先般に一番のお兼ね合い、獅子の蹴落としでござい。チャリンチャリン、それチャリンチャリン。へへへへ、この者たちはもう地獄から放り出してしまえ。あ、目開いたで、生き返ったわ。あんたよかったな。お医者さん呼びに行ったら、お医者さんも風邪こじらして死んでしもうた言うし、大変やったんやで。その医者も今頃きっと生き返ったはるわ。おーしー。